こんにちは、ヨークン町ブラチャンネルです。本日は静岡県浜松市の中心駅浜松駅周辺を散策します。県庁の都市ではないのに高層階の建物がずらりと並び、街並みもめちゃめちゃ都会でした。動画の流れは以下の通りでやっていきます。概要欄に目次も貼っておきます。それでは行きましょう。浜松駅の乗り入れ路線はまず東海道新幹線各駅タイプの小玉号、一部快速運転の光号が停車します。速達タイプののぞみ号は残念ながら静岡県内の駅は停車をしません。この大都会浜松を通過するので、いかに東海道新幹線沿いは浜松の他にも規模の大きい町が多くあることがわかります。こちら電光掲示板ですが、小玉号は名古屋もしくは新大阪止まりで、光号は大阪より西だと岡山広島行きもあります。続いて在来線ですが、東海道本線が走ってます。一部静岡へのホームライナー特急の運行があります。反対に西方面は岐阜県は大垣駅、滋賀県は前原行きの特別快速が運行されています。区間快速は大垣駅までです。そしてこちら新快速が通ってます。前原行きとなってます。新快速にちょっとお邪魔しましたが、中が非常に快適な空間になってますね。他には忘れてはいけない寝台特急サンライズ出雲、出雲市行き、サンライズ瀬戸、高松行きが深夜帯に停車します。このように浜松は静岡でも非常に西日本とのつながりがあるなぁと感じられる乗り入れ路線となってます。それでは新幹線ホームから階段を降りていきます。そうすると早速うなぎパイの看板が見えてきました。よくお土産でもらいますが、自分浜松初めてだったんでちょっとね、感動しました。駅構内にはこのようにずらりとうなぎパイが売られているので、帰りは絶対買って帰った方がいいですよ。撮影の後友達に渡したら喜ばれました。浜松はうなぎが有名なのはもちろん、皆さんもご存知餃子がとても有名な町です。こちらタントさんと言って、店は散策を終えてから行こうと思います。他には駅構内に車が置いてありました。ディーラーではないですよ。自動車のスズキは浜松が本社となります。他に自動車のホンダが浜松発祥とのことで、自動車工業都市となってます。反対側にはピアノが飾られてます。そう、浜松は音楽の街でもあります。ヤマハや河合、ローランドも浜松が本社とのことです。車のメーカーも含めて楽器メーカーも誰もが知ってる、それが浜松にあるということはめちゃくちゃすごいことですよね。それでは改札口を出て駅中の様子を見ていこうと思います。このように大理石風の柱で広々とした綺麗な駅構内となってます。ちなみに静岡駅もこのような感じでした。今度静岡駅周辺の散策の動画も出すので、ぜひ興味があったらチャンネル登録よろしくお願いします。浜松駅は明湾という駅ビルが直結してまして、明湾には本館の他に駅町とビッグカメラで構成されてます。こちらの駅町にはレストラン、食品、お土産コーナーがとても充実した施設となってます。では市街地を見ていきましょう。という前に一つ紹介したいのがあります。こちら市街地側の明湾口になんと地下へ行く階段があります。ちょっと気になりますよね。まず階段を降りて振り返ると、こちら明湾の地下フロアへの入り口がこのようにあります。それでは早速奥の方に進んでいきます。何やら天井には独特な雰囲気があります。それはさておき、こちらの通路は浜松駅から各道路、主要な建物へつなぐ地下通路となってます。分かりやすく ABCD で地下道があり、そこから出れる出口がこのように記載されてます。奥行きが広いというよりは、本当駅のロータリー付近を結んでる、そのような感じになってます。であちらのエスカレーターを登ったら駅の正面に出られます。はい、こちら浜松駅明湾口です。名前の通り明湾のビルが駅と直結してます。それにしてもでかいですよね。で奥に見える、超高層階の建物、あちらは浜松アクトタワーと言います。浜松に行ったことない方もテレビとかネットでもしかしたら知ってる方も多いかもしれません。後ほど行ってみようと思います。他はこのようにビルやタワーマンションが並んでます。でこちらをカメラを下に向けると、先ほど歩いた地下通路がこのようにあります。でこちら明湾から今度は右側がどうなってるか見ていきます。奥にはビッグカメラがありまして、明湾の構成店舗となってます。さらに右側にはこちら煙鉄百貨店があります。非常に立派な建物です。入り口付近の様子を映すと多くの人でにぎわっている様子がわかるかと思います。でこれで終わりではないです。カメラを右側に回すと、
こちら煙鉄百貨店の新館の建物があります。いかにこの百貨店の規模が大きいことがわかるかと思います。で、本館と新館の間に奥に行ける道があるので、どんな感じか行ってみようと思います。着いた先にはおそらく先ほどの地下道からも上がってこられるような構造になっているかと思います。このように立派な空間が広がってまして、近代的でおしゃれな感じとなってます。そして天井も立派で太陽の光が入ってきて、また雨もしのげる作りになってます。ここは浜松ギャラリーモール空もと言いまして、さまざまなイベントで利用されているみたいです。で、奥にはまた建物がありまして、こちら遠州鉄道鉄道線の駅、新浜松駅です。立派な駅舎です。浜松市内の中では自然が多い天竜区にある西鹿島駅を結ぶ路線になってます。市内完結の鉄道路線ということになりますね。こちらは後で乗車しようと思います。駅からは百貨店に直結する通路もこのようにあります。とても便利ですよね。で、新浜松駅を抜けるとこんな感じで小規模から中規模のビルが立ち並んでて街を形成してます。どうです、県庁の都市ではないのにこの境方やばくないですか。これはまだまだ序の口です。ここで一回 JR 浜松駅に戻り、本格的に市街地を散策していこうと思います。駅からカメラをぐるーっと左に回していきます。まず絵柄のある建物、ホテルクラウンパレス、先ほどのタワマンが映ってます。さらにカメラを回して、こちら鹿島町通りへ続く道路を歩いていこうと思います。しかしそれにしても高いタワマンですよね。豊洲にあるタワマンくらいにね、高いかと思います。立地もかなりね、いいですよね。ではでは、さらに進んでいこうと思います。正面には先ほど紹介した遠州鉄道の高架線が見えてきます。こちらの交差点、スクランブル交差点になっているかと思いますが、こちらを渡り正面に続く田町中央通りを少し歩いていこうと思います。交差点にあるビルはヤマハのミュージックアベニュー浜松というビルが建ってます。後ほど鹿島町通りに戻ります。田町中央通りもなかなか高層階の立派な建物がこのように建ってます。今映っている建物は静岡銀行浜松営業部です。とても歴史的で味のある建物ですよね。ではこの静岡銀行のところを左に曲がります。この先に有楽街という浜松の歓楽街があります。視聴者の方でもし東京に詳しい方がいたらわかるかと思いますが、有楽、浜松と山手線、京浜東北線の駅みたいじゃんと思った方いらっしゃるかと思います。そうなんです、実は有楽街の有楽は東京の有楽町のように華やかになればいいと名付けられたみたいです。逆に都内の浜松町は名前が浜松市に由来するみたいです。浜松町のあたりは浜松出身のゴンベイとゆかりがあったみたいです。詳しくは下の概要欄にリンク貼っておくので、もし興味があったら見てみてください。で、先ほどの田町通りは山手線の浜松町と高輪ゲートウェイの間にある田町が関係してるんじゃないかなと調べたんですけど、都内の田町は田畑の地に起立した町であったことからこの地名が名付けられたとウィキペディアで書いてあったので、関連性はおそらく薄いかと思います。もし浜松の田町の名前の由来がわかる方がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。はい、話してる間にこちら有楽街に着きました。この通りがアルコモール有楽街という通りになってます。昼間なのでそこまで人が多くはなかったですが、夜になったら華やかな街になるかと思います。カラオケ屋さん、飲み屋が非常に多く立ち並んでいる光景が目に入りました。この通りから細い路地には飲み屋さんとかもね、多く立ち並んでました。アルコモール有楽街をさらにまっすぐ進みます。先ほど歩いた田町中央通りと並行して歩いているイメージです。こちらの建物もカラオケ店、居酒屋さんが入る複合ビルとなってます。いやー、この街の夜の様子を映せなかったのがちょっと残念なところです。はい、ここで駅からまっすぐ伸びている、鹿島通りに戻ってきました。あちらが駅の方向で、カメラを回すと正面に大きな建物が見えます。こちらザザシティ浜松という複合商業施設です。とても立派ですよね。しかも別館があり、このように連絡橋があります。駅前の煙鉄百貨店も別館がありまして、浜松の商業施設は規模が非常に大きいということがわかるかと思います。テナント表を見ても飲食店が非常に充実しているのがわかるかと思います。映画館も入ってるみたいですね。ザザシティ浜松からカメラを回して、こちら天満町交差点で鹿島町通りが終了となります。
では今度はザザシティの脇の道を歩いて新浜松駅まで向かおうと思います。ではここの道を早速左に曲がってザザシティの裏側の通りに入ります。この辺は正面に高層階の建物が見えてます。浜松はやはり都会ですよね。中部地方だと名古屋に次ぐ、都市となってます。でここを右に曲がります。こちらはモール街といって飲食店やお店などが集まっている商業エリアになってます。このように個人でやられているお店もあったら牛角などのチェーン店のお店もあったり、いろいろな飲食店が充実している通りになってます。こちらガラス張りのおしゃれな美容室さんがあって、通りから外れた細い路地にもこのように飲食店が軒を連ねている、そのようなエリアです。ちなみにモール街と並行して千歳通りがありまして、そこはバーとかスナックなど大人の飲み屋さんが多いみたいです。ではここを左に曲がってモール街から一回外れます。ちなみにモール街の建物の敷地で吹奏楽の演奏があって、通り全体に美しい音楽が響いており、とても雰囲気が良かったです。でここの通りを左手に進むと遠州鉄道の新浜松駅方向となります。また小さな商店が集まるモール街とは違い、ビル群の通り、そういった感じになります。こちら遠州鉄道の新浜松駅です。改札口の中の様子はこのようになってます。自動改札でないところがちょっと意外でした。ちなみに運行本数は時間帯にもよりますが、おおよそ12分に1本のペースで西鹿島駅方面に走ってます。さあ電車がやってきました。折り返し西鹿島駅行きとなります。遠州鉄道鉄道線はこちら赤い電車赤電が有名ですが、今回は緑の電車でした。まあこれもこれでよしということで、それでは2駅先の遠州病院駅まで乗車しようと思います。 LED ではなく液晶パネルなところがさりげなくクオリティが高いですね。はい、電車が発車しまして、少し車窓の景色を見ながら浜松市の概要を簡単にお伝えします。浜松市は人口約79万人、静岡県では一番人口が多く政令指定都市になってます。静岡県では県庁のある静岡市は約人口69万人で、こちらも政令指定都市です。つまり静岡県は政令指定都市が2つあるということになります。そう考えると静岡って本当すごいですよね。今回鉄道で東京方面から浜松に来ましたが、県内の東海道本線は中規模の都市もあれば、そこに静岡市、浜松市と都会もあり、なかなかねバランスが取れた街の形成をしている印象がありました。さすが東海道って感じもありますよね。ちなみに2つ以上政令都市がある自治体は大阪府だと大阪市と堺市、福岡県は福岡市と北九州市で、神奈川は確か横浜、川崎、相模原の3都市あるんですよね。まあ神奈川っていうのはもうすごいのは当然ですけど、静岡もこのような感じになっててね、日本の中だとなかなかの都会度があるということがわかるかと思います。浜松市の話に戻りますが、動画を見て栄えてるのは伝わったかと思います。郊外も大型商業施設が充実したりとの情報です。確かイオンモールのことを調べたら市内に複数あるみたいですよね。普通にすごいです。はい、では遠州病院駅に着きまして、この辺りをまた少し散策していこうと思います。自動改札ではなく切符回収箱に入れました。都会の中でこのような光景もなかなか味があって良いものです。ちなみに遠州という言葉が何度も出てきましたが、現在の静岡県西部の辺りを示してます。もっとね早く伝えるべきでした。では駅からカメラを右に向けて、こちらを歩いていきます。駅前とは違い少し落ち着いた様子はあると思いますが、まあこれでも高い建物とかが、このようにあります。最初の交差点、こちら広小路通りといいまして、駅から伸びている大きな通りになります。ちょうど駅前のホテルクラウンパレスとタワマンの間の道をまっすぐ進むと、こちらに来ることができます。奥には浜松総合庁舎や警察部、左側の建物は公共施設となっており、このように公共機関のエリアとなってます。また建物が大変綺麗で立派です。では横断歩道を歩いていきます。広小路通り、この奥が JR 浜松駅方向となります。こんな感じの風景です。今公園通りというところを歩いてますが、このようにマンションもあれば、奥には浜松市地域情報センター、映像には映ってないですが地域情報センターの隣には裁判所もあります。また右側にも公共機関があり、このような感じになってます。さすが政令指定都市、公共機関が充実してて、かつ建物が綺麗だなという印象があります。
で、正面の道路がアクト通りといいまして、駅前の超高層ビルアクトタワーまでつながる道となります。今正面に見えている右側の薄茶色の超高層ビルがアクトタワーです。あちらまで歩いていこうと思います。通りの途中に国道152号線があり、向こう岸に行けなくなりそうでしたが、しかしこちら周永予備校からカメラを下に向けると、このように地下通路が設置されて、道路の向こう岸まで行くことができます。それにしてもかなりゴージャスな作りをしてますよね。浜松は通りがこのように非常に整備されているのが、伝わったかと思います。で、階段を上りしばらく歩くとこちら見えてきました。アクトタワー、近くで見るとすごい迫力がありますよね。高さ約212メートル、地上45階、地下2階と凄まじい高さのビルです。アクトシティ内の敷地の中は、こちら駅方向から大ホール、中ホールがある施設がありまして、そのお隣がアクトタワー。本日は残念ながらコロナウイルスの関係のため展望台に行くことはできませんでした。上にはホテルが入ってます。さらにさらにアクトタワーの左側には楽器博物館があります。で、カメラを右に回すと、こちら展示イベントホールがあります。そのお隣がアクトタワーとなります。どうですか、高層ビルだけではなくこのような施設が連携してて浜松の建物の力の凄さを感じさせられます。はい、では煙鉄百貨店から浜松駅の明和口のロータリーを見ようと思います。本当はアクトタワーから見たかったんですけどね、まあコロナウイルスの関係上ちょっとね仕方ないことです。正面にアクトタワーが見えて、下を見ると円形のバスターミナルがあります。そう、これが結構特徴的なので一応映像に収めておきました。高速バスも出ており、中部国際空港、横浜、東京方面、大阪、京都、神戸の便もあるみたいです。新幹線も通っており交通の便はとても良いですよね。それでは駅反対側の南口の様子を見て動画を終わろうと思います。はい、こちら南口です。早速浜松に本社のある鈴木の看板が見えてきてます。他にもこのようにビルや飲食店が立ち並んでる感じになってます。結構それなりに栄えてます。また明和口とは少し違った印象がありますよね。浜松といったらうなぎですが、ガード下にこちらうなぎ屋さんがありました。うなぎも本当はねこちらで食べたかったんですけど、今日は餃子を食べる目的がありましたので、その結果お店をこちらにしました。餃子だけではなく遠州浜松のご当地料理が食べれるみたいで、店員さんのサービスもすごく良かったです。言うまでもなくめちゃくちゃ美味しかったです。このもやしを添えてるのが浜松餃子の特徴的なとこですよね。で、ビールにやらまいかと書かれてますが、このやらまいかっていうのはやってやろうじゃないかという意気込みと祝いの掛け声みたいです。やらまいかからね、ホンダとかヤマハ、スズキなど大手企業の発祥地となって、出世の街として今に至ってるみたいです。実は今日行けなかった浜松城は、別名出世城とも呼ばれてます。このように浜松は出世という言葉に非常に関連性の高い街ということがわかります。はい、以上浜松駅周辺を散策した動画でお送りしました。もしこの動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。